フラッグフットボール女子日本代表の大見えりかです。去年12月に開催されたイスラエルでの世界大会で女子日本代表チームは6位に入賞しました。この結果を得て今年7月に開催される予定であるワールドゲームズへの出場権を獲得することができました。私たちはワールドゲームズという大舞台でメダルを獲得することを目標とし現在活動しています。そしてその先に待っている2028年ロサンゼルス五輪ではもっと上を目指していきたいと思っています。皆様には試合の結果で恩返しをしフットボール界の発展に貢献していけたらいいなと思っています。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。